In a town much like yours, there was a young woman who was very happy. Until one day her heart broke so violently that her sorrow echoed through space and time. So our saga begins tonight, yet eons ago, just here, yet light years away. はい、皆さんこんにちは、グズでございます。ですね、今回ね、すごいゲーム、すごい神ゲーかな、すごい気になってて、まあ買ったんですけども、これね、Nintendo Switch の、ダウンロードソフトなんですが、さよならワイルドハーツっていうゲームなんですけど、ちょっと変わった音ゲーでして、まあなんやろな、見て楽しむ、まあ周りから見て楽しむなんですけど、まあ勝手に強制スクロールのところにハートが出てきて、それを取り続けたり、勝手に出てくる対応ボタンにタイミングよくボタンを押すことによって、まあクリアしていくというちょっと変わったゲームなんですが、ちょっとリズムゲームっぽくなってますね。これね、見てる方が多分楽しいと思います。やっていきます。ね、もうちょっとね、試しやるつもりが悔しいもんなんですが、ちょっとまあ最初から、まあこれ悔しいもんなんですけど、まあ最初からもう一回やってみます。あ、ごめんね、目痛いかな。ちょっと待って。これがね、すごい世界観が面白くて、まあいきますね。こっからなんですけど。Long ago, a harmonious universe existed beyond ours, and three divine arcana watched over it. ちょっとマイク切ります。But one night, a cursed arcana intersected the astral highways, and along with her star-crossed allies, they stole all harmony and hid it in their vile hearts.Before the divine trio started to fade, they created a heroine from the shards of a broken heart and hoped that she would one day be strong enough to save their world. はい、始まりました。行きますよ。ハートを取っていくんですよね。動かして、十字とかで。で、たまに対応ボタンが出てくるので、それをタイミングを置くんですよ。まあ、これは音ゲームみたいになってます。これはまだ簡単なんですけど、後ですごく、まあ、すごい世界、あ、また、世界観がすごくなるんですよ。だからね、結構滑るんですよね。ほんまにスケボー滑ってる感じで、で、ステージが進むごとに、バイクとか車あるんですけど、それもね、ちゃんとそれのような感じ、操作になるんですよね。車やと重苦しく、しまった。バイクならちょっとスピード感がすごい。あ、しまった、取らない。あ、いや、取れ。これがね、なかなか滑るんですよ、横に滑って。よし、取った。あー、取れなかった。あ、痛い。あー、無理か。これをね、これまあ集めごと得点がね、まあ、死んでもね、すぐにリスタートできるんで、全然誰でも楽しめる、見て楽しむような感じですね。でちょっとストーリー性がね、ちょっと分かりにくいんですが、まあ、見てたらね、結構楽しんで、これ1ステージクリアかな。え、これ意味不明でしょ。あ、この坊主腹立つな。女の子です。なんか女の子愛を求めてんのかな。で、なんかね、敵も一応ボス敵もいるんですよ。まあ、それが愛を教えていくゲーム。どんなゲームだ。
で、これもクリアしたんです。ほんまここでバーってなって、ここで次出てくるんですけど、もうクリアしちゃったんで、まあ行きます。次のステージです。だんだんね、すごくなりますから。あね、まあいきなりダンスバトルとか始まるんですよ。ダンスバトルなのかな？すごいです、これ。もう一気にね、やっちゃったらね、すごいです。一気にやっちまうんですよ。気になって。で、作り方ぐらいに見せる作り方をするんでね、結構。やってて楽しい。あ、しまった。くそ。音楽に沿って割とこう、ハートとかね、来るんで、そうそうそう。あ、取らなきゃだ。くそ。あ、下手くそ。くそ。難しい。そう、結構ね、これ、簡単な、すごいほんま滑るんですよ。横にちょっと押したけど、シュッて行ってまうんでね。コントロールは結構難しい。あ、それ。あ、くそ。いや。こう。一緒と。結構ね、描写というか、光が厳しいんで、目の辛い方はちょっと休みながら見てください。途中結構、チカチカするとこで行くんで。ブランク。ヘボいな。まあちょっとヘボいのは我慢してください。練習1個もしないんで。次行きます。ずっとね、ステージ構成で次々進んでいくんですよ。こういう風に。ほんで、まあ、話がストーリー展開するんですよ。もうクリアしちゃったんで、この1回1回選ばないといけないんですが。すごいですよ。見といてください。これね、バイクなんですよ。これがね、面進むとバイク視点とかだったり、ね、結構いろんな見せ方をするんですよね。わー、早い。ここからね、結構ぶつかると死んでまうんですけど、まあ、それも結構ね、対応されていて、何回か死ぬとね、スキップしますかとか出るんですよ。まあ、せんしないんですけど、せんでもクリアできると思うんで。あ、取らなかった。えい、あ、いいっす、オッケー。あ、取れ。ここ。いいっす。気持ちいい。すごいでしょ、これ。ほんまに、これね、スイッチ持ってからやってみてください。これほんま面白いから。あー、ごめんなさい。そう、こんな感じなの。ここ。えい。あ、取れ、あ、危ない。オッケー。そう、結構ハードの場所に行くと結構耐えるか、かわせれるんで。オッケー、あい、こう。気持ちいい。なんだこいつ。そうや、変な例、これボスデッキなんですよ。これをね、次々ボスデッキ目になるとね、結構ボリュームあるステージに行くんですけど、これがまた面白いんですよね。ステーキ麺。あ、これ2個あるんですよ。多分これ2個かな。これダンスバトル始めます。ダンスバトルなんだ。対応ボタン押していきます。こう。これリズムよくね。重なった時に。ダンスバトルこれ。あ、だ、失敗した。結構待ってくれるんで、得点が変わるんですよ。失敗すると。ここ。いい、オッケー。いい。おいー、レジ乗って。おいー、おいー、はい。こう。オッケー。で、こう、いきなりバイクレース始まったみたいな。こう、これタイミングを押すんですよ、これ。あー、危ねえ。こう、こう、こう。おいー。あ、取れ方。おいー、かわして。はい。はい。あ、腹立つわー、このポーズ。ハートみたいになって。腹立つわ。結構ね、腹立つボス戦がね、腹立つが。これがボス戦です。ボス入ります。3体やっつけに来ます。で、それらが、複数あるんですけど、それの見せ方が変わってくるんで、結構ね、巨大なんか、狼ロボットとかね。これやっててこれだけじゃなくて、いろんな見せ方がね、車シーンとか、船のシーンとかね、すごいですよ。押してくるシーンとかで、あ、できたり。これは3人やっつけないとダメなんで。来た。こ
これになるとかわしましょう。見せ方がね、あー、その方急に斜めになった。あー、ごめん、あ、しまった。よし、ここきた。うわ、これいつね、これなんですよ。おい、おい、かわして、タイミングよく、おい、ね、押せて、あう、早すぎる。はい、いける。はい。はい。はい。あ、失敗した。あ、取れなかった。急に落ちますよ。いきますよ。落ちるか、あの、空中なんです。見てこれ。急に、この変化。ここ。はい、OK。おいおい、取って、はい、オッケー。ここで戦います。いきましょう。はい、一人目つけた。オッケー。はい、最後の面とかね、楽しいんですよね。よし、取って、はい、来た。次に二人目、あのポーズ腹立つ。最初のステージなんで、こういう感じが続くんですよ。次のボスからまた戦い方変わるんですけど、よいしょ、かわした。OK。はい。来た。あ、取れ方。あ、おね。あ、取れ方。はい。気持ちいい。おい、かわして。はい、かわした。映画みたい。あー、取れた。うわ、危ね。かわして。飛びますよ。多分横かな。横。まだか。あ、取れた。あ、横なんか、横なんですよ。これをかわせる。見せ方がすごいな、そのあのゲーム。もうできたなっていうのは、あのね、飽きさせないこと。あの、同じことやってるんで、同じことやってないんですよね。工夫がすごいんですよ。でね、あの、これやってる人しかわからないですけど、あのね、操作感がね、ほんまその感じになってるんですよね。バイクらしい操作感。視点変わると重苦しい操作感とかって結構ね、伝わり方がすごいんですよ。これは一回でほんま触っておいた方がいいと思う。こんなゲームがあるんだって、ほんま感心しますね。これが少し。はい、かわして。はい、ここ、はい、ペルソナポーズな。あ、ごめん。いきなそうや、こんな感じなんですよ。いきな飽きさせない。ここ。ここ。あ、感じ的には映画のサントラをずっと照らされてる感じなんですよね。あ、取れ方。急に空飛ぶとかで、もう、世界観が、あ、これもし、はい。おい、これで最初のボスがクリアです。ちょっと次いきます。まあ、次から次へと、まあ最後までやろうかな。まあ収録分かれ、結構長いんで分かれると思います。まあ一個が短いんですが、割と、まあ、2時間もかからんかな。まあちょっと長いんで、分けます。ちょっと最後まで。あ、でも、見て。あ、やる人は見合う方がいいかもしれん。ね、やった方がいいですよね。やる人はもうそのままやった方がいい。結構仕掛けとか見るね。楽しいから。あー、取られた。
あ、これ、普通に。あ、取られ、一個もだ。気持ちいい。いや、横スクロール始まった。あ、右、取れね。あ、ここ、あう。オッケー、取れ、あう、取れた。あ、すいません。あ、めちゃう。ここ。ほんとだ、平凡。難しいんですよ。急に来るから、次行きます。次から次へ行きますよ。急にほら、世界観がね、森になるんですよね。ここのボスがね、狼なんですよね、モチーフが。で、まあ、それらをやっつけに行くか、まあ、愛に目覚めさせるというか、まあ、意味不明なストーリーなんですけど。そう、なぜかこのね、トナカイをね、トナカイなんか追いかけるという。今まで、ね、バイクレースやったら、今度は気に当たらんようにする。あ、上あ、上ちょっと待って、あ、うわここ難しい、あ、ごめんなさい、ここそう、難しいんですよね、結構、よし、あ、上ちょっと待って、あ、間にあったな、取ろうとしたら死んだ、はい、乗りますよ、そう、あ、おい全然取れ、あー取れ、すげえ、あー上しまった、全然取れてないとこ、あ上ランクがじゃん、あーどこ乗ってる、取れ、よし、 OK、 えい、あ、バイクだった。かっこいいね、バイク。はい、行く。あ、これなんです。僕、ボスなんです。これがまたおもろいんですよね。こっから結構面白い。また高い。あ、取らなかった。あ、上。あ、やりにくいな。ウェーンウェーン立ってる。あ、ちょっと目痛い方はね、スルーしてください。こういうゲームなんでね。あ、部屋は明るくしてみてくださいね。あ、すみません。あ、上。ここ。あーれー。ちょっと待って。ほい。マリオカート、ここは、うやー、届け、うやー、いける、いけた、でか、あー、でかなった、金の子、あれ、そう、ね、あんま言いたくないけどね、いろんなゲームをね、一応モチーフ、あ、そうだ、モチーフにしてるんですよ。これマリオなんですけど、そうそう。あとでいろんなもの出るから。あ、それに気づいた方は、あ、出たわ。これな、いきなり。これね、銃なん、次ね、銃がね、銃が、武器がね、装着されるという。あのポーズ。あいつは。ほら、シューティング始まるんですよね、これ。足が届いてない。向かってくる当たらんよ。敵が張ってるんだから。あ、ね、これ多分ね、一回やっただけじゃ、あ、一回上。
何回もやらんってね、あの放送放送か覚えんとね、多分ね無理です。いや、あ、無理やか、ちゃんとくれ、あの、ちゃんとクリアするの無理です。あとちゃんとクリアするゴールドランクで、あー、でもね、早すぎるの、いや、あー、ほえほえ、あー、入った吸い方うまいわ、ほんま。次行きます。ボス戦かな。来た。これね、バイク視点なんですよ。重いですね。あ、めっちゃ重い。あのね、重苦しさが伝わるんですよ。あ、ほえ、難しい。だからすぐに横にスッていかないんですよ。あ、ほえ、ごめんなさい。ちょっと待って、ちょっと、あ、危ない、あで、このバイクのね、大きさを考えない、そう、ぶつかる、そう、こういうふうにぶつかってしまうんですよ。これね、うまいこと考えて作られてるから、あー、難しい、ごめんなさい。ちょっといけるか、これ、あー、難しい、ちょっと待って、あー、取ったら、あー、危ない、えい、始まった、終点がいけない、ほら、この終点の終点が、あー、取れなかった、あー、おめえ、こっちにあったな、行こう、おい、行きたい、こい、ここ、あー、行きたいね、ちょっと待って、あー、うわ、入られ、行けるか、いやー、おい、来た、もう無視してる、いかれ、あえ、なんで、結構ね、リスタートがすごいんで、あ、おい、結構近くから始まった、無視や、あ、なんで、そこさ、無理ですよ、あ、おい、あとね、これね、得点なんですけど、取るのも得点で、うまいこと、あのね、ギリギリかわすとね、得点入ったりするんですよ。それはもう、結構使う、ほら、今みたいな得点が出て。あ、来た、あ、腹立つ。はい、来るよ。あと、勝手に打ってくれるんで。あ、打ち上げた。ここ、こっち、おい、かわして、おい、ああ、うへ、生きていた、危ない、ああ、ごめんなさい、ここ、ああ、ここいけ、これ、おい、視点がすごい楽しい、やべ、ああ、ほら、危ない、危ない、取らなかった、危ない、いやー、ほんまにこれね、みんなほんまやってほしいですわ、自分が驚いた、これ、ね、最初買うか悩むんですよね、あのね、映像がほとんどあるんですけど、見た感じでわからないんで、あ、そうか、そう、実際やるとわからんのもあるんですよ。俺はね、これ見たときはね、当たりや思ったんですよ。あ、これやばいな、思ったら。あ、いや、やべえ。あ、待ってきた。やべえゲームだと思ったんですよ。あ、上、ミサイルか。あ、え、危ない危ない危ない。ギリギリかわした。かわした。あ、取らんかった。あー、あれか。あ、なんかね。あ、まずは、かわす。かわす。よし、取れ。
回か。これ終わったらもう一回かな。あ、終わりか。終わりました。あ、いかないか。あ、一個取れなかった。まあいいや。まあ、こんな感じですね。まあちょっとやろうか。もうちょっと見せたいな。いや、全部は見せるけど。いちいち、ピキーンって。何やったっけ、これ、降りていくやつか。あ、降りていくやつか。そう、降りていくやつなんです。上がっていくやつか。ちいちバイクで。あ、マジごめん、乗らなくて。誰に会えまた。お。おいっす。おい。あ、おい。アップテンポ激しい。ここ。あ、うわ、上。怖い。いけたー。ちょ、あうえ。やめろ。ちょっと待て待て待て。あうえ。いけたか。おい、いけない。上に立てしてみた。立てしてくるあんた。うえ。あうえ、あうえ。取れるか。あ、でかいな。あ、シルバーランク。面白いな。やっぱ何回でも面白いな。このボス敵まで来たよな。ほんま面白い。あ、これはちなみに1500円ですね。1500円で買えます。まあポイントやけど1500。まあ、高いか安いかは個人の、で、僕はまあ1500円でもありかなと。映像がいいから、ただボリュームがちょっとね、少ないかなって気はしますが、これだけ、あ、ごめん。これだけね、なんか、いいクオリティやから、もう、別に満足なもんか。あ、危ない。あれ取れた。あ、しまった。あ、うい。なんで？何が起きた？何が起きた？あー、取れた。うわぁ、難しかった。あ、取れた。ただあのね、たまにセールとかあるから、その時にこうでも構わないので。ただね、あの動画とかね、自慢したかったら買ったから。みんなこんなんあんまり知らない。ちなみにこれ、あ、なんか双子座のイメージですね。双子座か。そう、もう自分の動画にしたいとか、友達自慢したいって、じっと待ち見せたいとかいう人はね、さっきこうでやっちゃった方がいい。出た、これね、むずいんですよね。このね、パチンパチンになったらね、地形が変わるんですよ、ほら。これを見極めていかんと、えらくなるんで。位置は一緒かな。位置は一緒なんですよ。それを、ちゃんとこうやって見極めると、いやー、ずれてた。これもう取ろう。あ、取れた。
とするとね、これ、ね、見失うんでね。で、いや、取りたいけど、あ、危ねえ、危ねえ。真ん中よ。アウトの中で。クリアだけやったらそんな問題ないんだけど。ランクをね、集めよう。ランクやからね、ゴールランク行こうみたいな、全部取らんとダメやから。あ、おい、そうや。パチン、パチンってやって、ここでこっち。あ、おい、難しい。あー、かましてない。そうだよね。あー、く、じゃあ、わかったわかった。ここ右、ちょっとこっち。あ、うおおい。あー、難しいな、ちょっと。あー、ごめんなさい。くっそ。あいつ、腹立つわ。あー、腹立つ。ちょっと、あー、また。あー、変わった。あー、なんか2階、あれ、なんか2階真ん中あんな。あー、3階真ん中か、ちょっと待てよ。あ、ちゃう、難しい、ここ。ここね、前もちょっと苦戦したんだ。あー、間違えた。ここ。こっち、真ん中、次真ん中、真ん中、真ん中、あー、うぃー、来た端っこ、なんでやねんって感じ。真ん中、2階。あー、ずるいぞ、お前。あー、忘れる、ちょっと待って、やばいな。あー、忘れた。最後2回か、ちょっと待って。1回かわして、横を切って。あ、ちゃうちゃう、真ん中2回。あー、ほえー、もう。覚えられ。都市ですか？ここ。で、横切って、横。あー、いけた、いけた、いけたね。いけてないやんけ、まだある。まだある、ちょっと待って。あー、ほえー。ここかい。あー、そうですか、そうですか。難しい。あー、あれ覚えられ。あー、うん、ちょっと端っこから行こう。あー、難しいな。ハート無視するか。あー、むずいな。あー、最後。あー、2回か、ちょっと待って。1回、2回、2回、1回、2回。よし、待って。あー、くぅ。おい。そう、今度こっちが反撃なんです。これで、そう。よし、行けた。あ、行けたね。なんか、そりゃそうやわ。無理だ。打つだけやっつけたいな。行けるかな？そこまで行ったら、すぐに後半取ろうかな。あ、来た。腹立つ。あ、ほほほ。あれ、壁走ってる。あれ、何もない、飽きた。おい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 。死ねー。おい。おい、飛んで。あー、怖い。
はい、ほい。あ、でっけ。これで、あ、来た。取りたいけど、取られ、あった、うわ。あ、取りたいけど、取られ、うい。ハートが欲しい。得点をね、あ、得点シリーズこうだ。足だけだった。はい、はい、はい、はい。あは、すげえ。飛んで。はい。得意な。怒られんかな。なんで飛行機なの。こっちもなりますよ。はい、飛びました。あ、胸気持ちいい、すげえな。あ、あ、うわ、あ、危ない、危ない、危ない。よし、いけー。うわー、ブシャブシャ。回転切り、回転切りしたな。入っていた。ここで一回も、まあ、後半になります。後半やな。あの、下の丸あるでしょ。この、これが、あの、あと何個のこと、まあ、これだけ。あ、一個な、ゴールダウン売ってんな。まあ、以上です。また見てね、後半続くよ。